ダマスカスはシリアの首都。ダマスクスとも表記される。アラビア語ではリマシクで、別名をシャームという。日本語の聖書翻訳の慣行ではダマスコと表記する。世界一古くから人が住み続けている都市として知られる。カシオン山の山麓、バラダ川沿いに城壁で囲まれた古代から続く都市と新市街が広がる。現在、の人口は約二百万人と言われるが、 都市圏全体では400万人に迫ると言われる。アラビア語では、この街は、正式には、リマシュク・アッシャームと呼ばれている。多くの人は、リマシュクと短縮するが、ダマスカス市民やシリア他アラブ県の人々は、アッシャームの別名で呼ぶ。アッシャームは、アラビア語の、北を語源とし、シリアのことは、ビラード・アッシャームと呼ぶ。英語の、 ダマスコはギリシャ語のデルタアルファミューアルファシグマカッパーを語源にラテン語経由で伝わった。これはさらに古いアラム語の都市名でダルメセックから来ている。しかし、アラム人の時代以前の遺跡であるエブラの王国跡地から出土した粘土版にはエブラの南にある町をダマスキと記しており、ダマスカスの名の起源はアラム人以前に遡る可能性が大きい。 ダマスカスという地名の書室と考えられる文献は、紀元前15世紀のエジプトのトトメス三世の残した地理文献にある TMQ と読める文字である。TMQ の語源は不明だが、アッカド語では、ディマシカディマスコ、古代エジプト語では、ティミズ・ダブリュー、コアラム語では、ダマスク・ダマスク、聖書ヘブライ語では、ダメセク・ダマシックと呼ばれていた。アッカド語のものは、 紀元前14世紀のアマルナ文書におけるアッカド語文献に出てくる。後のアラム語における綴りは、住居を意味する語感のドクターに影響されて、R が入るようになり、クムランの文献では、ダルメセクダーマゼックに、シリア語では、ダルムスクドムスクとなった。ダマスクオリア金銀細工のダマスキナードにその名を残す。ウマイアドモスクのミナレットダマスカスは、 地中海から約80キロメートル内陸に位置し、アンチレバノン山脈で海から遮られている。町は、アンチレバノン山脈の麓の海抜680メートルの高原の上にある。城壁に囲まれた古代都市ダマスカスは、バラダカーのすぐ南岸にある。その南東、北、北東の方角には、中世に遡る、近郊地域がある。また南西には、ミーダーン。 北と北西にサールージャとアマーラの各地区がある。これらの地区は元は都市から外に出る街道沿いの宗教上重要な墓所の近くに発生したものであった。東にはグーッタというバラダ川などの内陸河川が潤す森や田園からなる大きなオアシスがあり、エデンの園のモデルとされる場所である。19世紀旧市街を北西から見下ろすジャバルカシオンの斜面上に 近郊の村が開発された。すでに近くには、ムヒッティーン、イブン・アラビー・ノ病の周りに、サリヒー地区ができていた。これら新しい地域はまずクルド人の軍人たちや、オスマン帝国のヨーロッパ地域からのムスリム難民らが入植した。それゆえ、これら地域は、アクラードやムハーチリーンと呼ばれている。これらは、旧市街から2から3キロメートル北に横たわっている。 ダマスカスの衛星画像。ダマスカスは周囲を緑のオアシスに囲まれる19世紀後半から、近代的な行政、商業の中心が、旧市街の西側のバラダ川の周囲、マルジェと呼ばれる場所を中心に発生した。マルジェはすぐに、近代のダマスカスの中心となる市町前の広場の名前となった。裁判所、郵便局、 アナトリアやヒジャーズに通じるヒジャーズ駅が少し南の高い場所にできた。ヨーロッパ化された住宅街区がマルジェ広場とサーリヒーヤ地区の間をつなぐ道路沿いにでき始めた。新市街の商業と行政の中心地は次第にその方向へ北側へ移動し始めた。20世紀になるとより新しい郊外がバラダ川の北側に開発され旧市街の南にも広がりグータオアシスを 侵食し始めた。1955年から新しい外区やルムークが数万人のパレスチナ難民のキャンプとなった。ミッシェル・エコシャールやバン谷隆にといった都市計画からは南のグータの森を可能な限り残そうと考えたため、20世紀後半には主な開発は市の北部及び西部のメッゼ地区。 最近では、バラダー川の流れる先の北西部ドゥンマルの谷と北東部のベルゼの山々の斜面で行われている。貧困な地区は公式な許可なく建てられ、ほとんどは旧市街の南に集中する。ダマスカスはオアシスに囲まれている。グータオアシスの森はバラダ川の水に潤されている。バラダ川に沿って西に行ったところにあるフィジェの泉は市街に。 飲料水を提供している。グータオアシスはダマスカスの急速な住宅や産業の拡大により面積が減ってきている。また街の交通、産業、廃棄物により汚染されてきている。1981から2010年の平年値によると1月の平均気温は6度、7月の平均気温は27度、年間平均気温は16.7度、 年降水量は1 7 6 1ト、mm、ルである。カシオン山からの夜のダマスカス。緑の明かりはミナレット古代からシリア地方の中心都市で、紀元前10世紀にはアラム人の王国の首都が置かれていた。その独立はシンバビロニアやペルシア、セレウコス朝ローマ帝国に敗北し、失われた。ローマ時代においてダマスカスは、 ギリシャローマ文化のとても重要な中心であり、自由都市連合の名誉都市となった。その後、イスラム帝国によって635年に征服され、ウマイヤ朝の首都として栄えた。ウマイヤ朝が705年に、キリスト教の教会をモスクに改造して設けた、ウマイヤドモスクが現存し、シリアで没したサラーフッティーンやバイバルスの墓も、この町にある。ダマスカスの辺縁にあるテルラマドの遺跡により、 ダマスカスは紀元前8000年から1万年もの昔から人が定住していたことがわかる。ダマスカスが人間が連続的に定住した世界で最も古い都市であると言われるのはこれによる。しかしアラム人の登場まではダマスカスは重要な都市として記されることはなかった。バラダ川の利便性を最大に広げた運河と水道の建設によってダマスカスに 水道システムを初めて構築したのはアラム人であることが知られている。後にこのネットワークはローマ人とウマイ野鳥によって改良され、今日のダマスカス旧市街の水道システムの基礎を成している。紀元前1100年、この都市はアラムダマスカスと呼ばれる強力なアラム人国家の中心になる。アラムダマスカスの王はこの地域を アッシリア人とイスラエル人とのいくつもの戦争に巻き込んだ。そうした王の一人、ベン・ハダトニセイは、カルカルの戦いにおいて、シャルマネセル三世と戦った。アラム人の都市の移行は壁に囲まれた、旧市街の東部に埋まっている、可能性が最も高い。紀元前732年に、ティグラトピレセル三世が都市を占領し破壊して、あと、数百年間独立を失い、 紀元前572年に始まるネブカドネザル2世による、新バビロニア王国の支配下に入る。バビロニア人の支配は、紀元前539年キュロス率いるペルシア帝国軍が都市を占領し、ペルシア支配下のシリア州の州都とした時に終わる。旧市街のバーアブシャルキー通り、ビアレクタの名残。ビアレクタは、古代のローマ都市計画におけるデクマヌス・マークシムスであり、 東門と西門を直線で結ぶ。新約聖書の使徒行伝では、パウロの改心の舞台となったアルファミリア市場の入り口にあるユピテル神殿跡ダマスカスは、近闘を石鹸したアレキサンダー大王の大遠征により、西洋の支配下に入る。紀元前323年、アレキサンダーの死後、ダマスカスは、セレウコス朝とプトレマイオス朝の闘争の場となる。 都市の支配権は、両者の間を頻繁に行き来した。アレキサンダーの将軍の一人、セレウコス一世ニカトールは、アンティオキアを彼の広大な帝国の首都にした。これにより、北方のラタキアのような、新たに建設されたセレウコス町の都市に比べると、ダマスカスの重要性は、衰えることになった。紀元前64年、ポンペウス率いるローマが、シリア西部を併合した。 彼らは、ダマスカスを占領し、デカポリスとして知られる十都市連合に組み入れた。ギリシャ・ローマ文明の主要な中心地だと考えられた、ためであった。新約聖書によれば、聖パウロが原始を体験したのは、ダマスカスへ向かう途中であったとされる。37年、ローマ皇帝カリグラは精霊により、ダマスカスをナバテア王国の支配下に置いた。ナバテアの王アレタス四世フィロパトリスは、 首都ペトラからダマスカスを支配した。しかし、106年頃、ナバテア王国はローマ人に征服され、ダマスカスはローマの支配下に戻る。ダマスカスは2世紀の初めまでには一つの巨大都市になっており、222年、皇帝セプティミウス・セベルスにより、コロニアに昇格する。パックス・ロマーナの到来とともに、ダマスカスとローマ領シリアは全体的に繁栄する。 南アラビア、パルミラ、ペトラからの貿易路、および中国に始まる絹の貿易路がすべてダマスカスに修練することからキャラバン都市としてのダマスカスの重要性は顕著だった。ダマスカスは東方に産する贅沢品へのローマ人たちの需要を満たした。ローマ建築の意向はほとんど残っていないが、旧市街の都市計画は長く続く効果を持っていた。ローマ人の建築家は、 ギリシアとアラムの都市基盤を組み合わせ、城壁に囲まれた長さおよそ1 5 750メートルの新しいレイアウトに融合させた。城壁には7つの門があったが、東門はローマ時代から残り続けている。ローマ時代のダマスカスは、ほとんどが現在の都市の5メートル以内の地下に埋まっている。ウマイヤドモスク現在でも利用されているモスクとしては、最も古いものの一つであり。 規模の最大級である636年、ダマスカスは第二代政党カリフーマルイブンハッター部に征服される。その直後、アンダルスからインドまで広がるウマイヤ朝の首都となった時にこの都市の力と移行は頂点に達した。705年にキリスト教会をモスクに改造したウマイヤドモスクは今でもダマスカスに残っている。744年、最後のウマイヤ朝。 カリフ、マルワーン2世は首都をジャズイーラにあるハルッダーンに移し、以後ダマスカスはこれほどの政治的重要性を取り戻すことはない。750年、ウマイヤ朝が倒れ、アッバース朝が起こるとダマスカスはバグダードから支配される。858年、アルムターキルは首都をサマラから移転する意図のもとに短い、アイダダマスカスに今日構えたが、すぐにこの考えを放棄した。 アッパース長が傾くにつれ、ダマスカス方面は不安定となり、地方政権の支配下に入る。875年、エジプトの支配者、アフマドイ・ブンツールーンがこの都市を手に入れ、アッパース長の支配は905年になるまで回復しない。945年、ハムダーン長がダマスカスを手に入れ、その後しばらくして、イフシードアサの海祖ムハンマドイ・ブンツグジュの手に渡る。 968年そして971年にダマスカスは短い間カルマト派に占領される。970年カイロにいたファーティマ朝のカリフがダマスカスの支配を取り戻す。これがこの都市の波乱の時代の幕開けだった。ファティマ軍の主力を成すベルベル人の軍隊は市民の間で非常に不評を買った。シリアにおけるカルマト派、時には トルコ人の軍隊の存在は、ベドウィンからの絶え間ない圧力を増やした。978年から短い間、ダマスカスは、イザッティン・アルカッサムの指導と、市民軍の保護の下で自治を行っていた。しかし、グータ・オアシスは、ベドウィンの侵入を受け、トルコが率いる戦役の後、この都市は再び、ファティマ朝の支配に屈する。 1029年から1041年までは、ファティマ朝、カリフ・ザ・ヒルのもと、トルコ人の軍事指導者、アヌシタキンが、ダマスカスの総督となり、かつての栄光を取り戻すため大いに働いた。この期間は、ダマスカスがブロックとインスラで特徴を付けられる、ギリシア・ローマ風の都市計画から、より親しみやすいイスラム風の都市へとゆっくりと変わっていく時期であったようだ。の直線の王子は、 狭い街路のパターンへ変わり、ほとんどの住人が、夜には犯罪者や徴税から守るための重い木戸で閉鎖される、ハラートの中に住むようになった。11世紀後半のセルジューク朝の到来により、ダマスカスは再び独立国家の首都になる。1079年から1104年までは、セルジューク朝及びシリアセルジューク朝に支配されたが、それから別のトルコの王朝、ブーリーアサに支配される。 彼らは1148年の第二回十字軍の工場戦にも耐え抜いた。1154年にはダマスカスは十字軍の宿敵、アレッポの残幻以町の有名なアターベクヌールティーンに征服される。彼はダマスカスを首都としたが、彼の死後にアイユーブアサエジプトの支配者サラーフティーンに奪われ、その首都となる。サラーフティーンは城塞を再建し、彼の統治下では、 郊外も、あたかも都市そのもののごとく広大であったという。イブンジュバイルの記すところによると、サラーフッティーン時代にはダマスカスは多くの大学があり、乱されることのない研究と陰遁�イントンを求めて、世界中から集まる勤勉な若者や知識を求めるものを歓迎したという。アイユー部長は、サラーフッティーンの死後内分で徐々に衰退する。この当時ダマスカス郊は十字軍の間で、 伝説的な名声を得、今日なお、模様のある鋼は、ダマスカスと呼ばれる。ビザンチンや中国で作られる文様のある絹織物は、シルクロードの西の終点ダマスカスを経由して運ばれたため、英語では、ダマスク式という言葉が生まれた。アゼム宮殿 IU 部長の支配は、1260年、モンゴル帝国がシリアに侵入した時に終わる。モンゴルの撤退後は、 マムルーク朝の地方首都となり、エジプトから支配される。1400年に、モンゴル人の征服者ティムールがダマスカスを攻撃した。マムルークのスルタンは、カイロからイブンハルドゥーンら代表団を送り交渉に当たらせるが、彼らが去った後町は略奪される。ウマイアドモスクは燃やされ、男女は奴隷にされた。膨大な数の職人が、ティムールの首都サマルカンドに連れ去られた。それでも、 彼らは幸運な部類だった。数多くが虐殺され、その首は城壁の北東隅の外に積み上げられた。今日なお都市の一角にバージアルルースという名が付いている。ダマスカスは再建され、1516年までマムルーク朝の地方首都として機能した。1516年にマルジュダービックの戦いでオスマン帝国がマムルーク朝を破って以来、 ダマスカスは1918年までオスマン帝国によって統治されることとなった。オスマン帝国による統治が始まった1516年、当時の人口は全市でおよそ5万5000人ほどであったと推定されている。オスマン帝国時代には数度にわたる行政区画の改変があったが、ダマスカスは常に州都の地位を維持していた。これはダマスカスがアレッポとともに、 帝国のシリア地方支配のようとなる都市であり、長くこの地域の政治、経済の中心地であったほか、ムスリムにとって重要な真っ赤巡礼に向かうキャラバンの出発地であったため、その点においても帝国にとって重要な都市であったためである。18世紀以降帝国が衰退を始めると、各地でアーヤーンと呼ばれる半独立の大土地所有者が登場する。シリア地方も、 例外ではなく、ダマスカスと浜を治めた、アズム家などが知られている。アズム家は、州の総督の座を接収し、中央の権力から反独立状態を保った。アズム家は19世紀に入ると、中央政府による淡水マートによって独占的な地位を失ったものの、その後も、ダマスカスの名簿家として、地域社会に大きな影響力を与え続けた。ダマスカスの旧市街には、 アズム家によって建てられた宮殿が残っており、現在では観光名所の一つとなっている。その後、二度のエジプトトルコ戦争の結果、1832年から1840年にかけてシリア地方はエジプトのムハンマド・アリー長の支配を受け、ムハンマド・アリーの息子であるイブラーヒーム・パシャがダマスカスを支配した。その後、1840年のロンドン条約によってダマスカスが オスマン帝国の支配下に戻ると、ダマスカスにはオスマン帝国軍の第5軍団の司令部が置かれた。1860年には大規模な暴動が発生している。背景にあったのは、経済的な問題であったが、キリスト教ととムスリムの宗教対立に転化したことで、多数の犠牲者を生んだ。1870年代には、シリア州総督となったミドハトパシャによって、 スークの整備などが行われ、この時期に整備された二つの屋根付きのスークは現在でも使用されている。また、1908年には市電が開業している。ダマスカスのヒジャーズ鉄道のヒジャーズ駅19世紀後半から20世紀初頭のダマスカスは徐々に近代的なインフラの整備も行われ、地域における政治、軍事の中心地としても重要な都市であった。しかし、 以前とは異なり経済面では、信仰の港湾都市であるベイルートにその地位を脅かされるようになっていた。これは、スエズ運河が開通したことで、ヒジャーズ方面への旅客、貨物が以前のようにダマスカスを通らずに、ベイルートから直接船で運ばれるようになったためである。このような状態に危機感を覚えたダマスカスの商人たちは、対抗手段としての鉄道建設を強く要望し、 中央政府への陳情を繰り返した。これは1900年から始まったダマスカスを起点とするヒジャーズ鉄道の建設という形で一応の結実を見たが、それでもベルートに奪われた地域経済の主導権を奪い返すまでには至らなかった。また、ダマスカスは均等におけるドイツの世界政策の舞台にもなった。1898年には ドイツ皇帝ビルヘルム2世自らダマスカスを訪れ、ドイツ皇帝は世界三国の海峡との友人であるという有名な演説を行って、ドイツ帝国とオスマン帝国の関係の緊密さをアピールした。この際ビルヘルム2世はサラーフティーンの病に参拳し、石でできた棺と金属製の花を寄贈している。都市に大きな影響を与えていた名簿化層が、 鉄道建設などを通じて、イスタンブールの宮廷と直接結びついていたこともあって、ダマスカスはベールートと比べると民族主義の勃興が遅れたが、20世紀初頭にはダマスカスでも民族主義的感情が起こるようになった。はじめは文化的なショナリズムだったが、次第に政治的色彩を帯び始めるようになる。また、ダマスカスで起こったアラブナショナリズムの諸運動は、 米ルートで起こったアラブナショナリズムの小運動が早くから帝国からの独立を要求したのと対照的に比較的遅い時期まで帝国の枠組みの中での自治を要求する傾向があった。1908年の青年トルコ人革命後統一と進歩委員会が中央政府を掌握するとダマスカスでもアラビア語の公用語化や連邦制の導入といったアラブ人の権利や 帝国の文献化を要求する運動が起こるようになる。これらの動きに対し、中央集権化を進めたい統一と進歩委員会は、時には懐従しつつも、もっぱら強行策を持って臨んだ。このような統一と進歩委員会の方針は、中央集権化という名の、トルコ化政策であると受け取られ、ダマスカスのアラブナショナリストの中にも、実地から独立へと、 その主張をより強める動きが現れるようになった。第一次世界大戦が始まると、統一と進歩委員会の中心人物であるジェマール・パシャが、方面軍の司令官として、ダマスカスに赴任してくる。1915年から1916年に、ベールートとダマスカスで、ジェマルにより、愛国的な知識人が数多く公主にされたことは、さらにナショナリストの感情を逆なですることになった。 また、この処刑は、ダマスカスの住民に、真っ赤の大衆フサイ夫妻ブ分アリーによる、アラブ反乱への支持を広げる結果にもなり、1918年に、アラブ軍とイギリス軍が迫るにつれて、住民は撤退してゆく、トルコ軍に対して発砲した。フランス軍のダマスカス空爆1918年10月1日、夫妻の部下で、後のイラク王国最小ヌーリーア、 イコールサイ,イード、率いるアラブ反乱軍がダマスカスに入場する。同じ日、イギリス軍に属するオーストラリア人部隊の兵士も入場し、オスマン帝国の知事の降伏を受け入れた。トーマス・エドワード・ロレンスを含む別のイギリス軍部隊もダマスカスに入っている。しかし1917年11月、10月革命で成立したロシアのボリシェビキ政府が、 フランスとイギリスが交わしたアラブ分割に関する密約、サイクスピコ協定を暴露したため、アラブの政治的緊張が高まっていた。イギリスとフランスは、連盟で、トルコに長い間抑圧されてきた人々の完全な解放を約束する宣言を発表した。シリアでは、民主的憲法を定める会議が行われ、1920年には、フサインの息子であるファイサルイブンフサインを国王とする。 シリア王国の建設が宣言された。しかし、ベルサイユ条約ではフランスがシリアを委任統治下に置くことが認められていたため、英仏はファイサルの宣言を認めなかった。1920年7月23日、アンチレバノン山脈を越えたフランス軍がマイサルン、峠でシリア人部隊を破り、ファイサルはダマスカスを追われた。サイクスピコ協定に基づき、 シリア地方が英仏に分割されると、ダマスカスは、フランス移民統治領シリアの首都となった。1925年、シリア南西部ハウラーン地方で起きたドゥルーズ派の反乱がダマスカスに及んだため、フランス軍は、ダマスカス市外に対し砲撃と空襲を加えて、鎮圧した。アルハミ市場とミドハトパシャ市場の間の古い街並みは、炎上し、多くの市民が死亡した。この後、 旧市街は、グータオアシスからの反乱分子が入らないよう、有刺鉄線で囲まれ、装甲車などが通れるように新しい道路が北部郊外に作られた。1941年6月21日、イラクから侵入した連合軍部隊が、ビシー政権側の守るダマスカスを占領した。1945年に、フランス軍は再度ダマスカスを空襲したが、イギリス軍の介入で、 フランス軍は撤退に応じ、1946年のシリア独立につながった。以来、ダマスカスはシリアの首都となっている。アナニアスチャペルダマスカスは都市の歴史の様々な時代に遡る歴史的地区の宝庫である。この都市は過去の占領者ごとに増築されたため、現在の都市の8フィート地下に埋まっているダマスカスのすべての遺構を発掘するのはほとんど不可能である。 ダマスカスの城塞は旧市街の北西宮に位置する。首都行伝第 i 章第代11節にあるセッパウロの改修に登場する直線と呼ばれる街路またの名をビアレックタはローマ時代のダマスカスのメインストリートの一つであり1500メートル以上の長さがあった。この道は今日ではバーブシャルキー通りと大井のあるスーク、スーク、ミドハトパシャとなっている。バーブシャルキー通りは 小さな商店に満ち、キリスト教徒の区画バブトーマに通じている。スークミドハトパシャもまた、ダマスカスの主要な市場であり、スークを刷新した、オスマン時代のシリア州知事ミドハトパシャにちなんで、名付けられた。バーブシャルキー通りの橋には、アナニアスの家の地下貯蔵庫であった、地下教会がある。また、ダマスカスには、スークミドハトパシャと平行にもう一つ屋根付きのスークがあり、 こちらは建設当時のオスマン帝国のスルタンアブデュルハミト2世の名にちなみ、スークハミディエと呼ばれている。ウマイヤードモスク、またの名を、ダマスカスの大モスクは世界で最も大きいモスクの一つであり、イスラム教が始まって以来最も長く祈りが捧げられ続けている場所の一つでもある。モスク内の寺院には、洗礼者、ヨハネの頭が収められていると言われている。 バブキサンの門、現在は、セパウロを記念した教会ダマスカスの旧市街は、北と東、及び南の一部を類壁に囲まれている。現存している門は7つある。最も古いものは、ローマ時代にまで遡る。城塞の北から時計回りに、ダマスカスのビジネス地区、アルシャルク銀行とブルータワーホテル加えて、バブウェイ、フェラーッバブアル、ファーレディス、スーク、 ミドハトパシャへの入り口にあるバブアルジャビア、およびスークアルハミディアの入り口近くにあるバブアルバレットは、かつてはスークへの入り口の区域を指していた、ダマシーンという名で呼ばれている。城壁の外にある二つの区域も、また、門の名を持っている。バブムサラとバブスライであるが、どちらも城壁の外の南西にある。ダマスカス国際空港で、中東やアジア、欧州各国と結ばれている。 同空港はシリアアラブ航空のハブ空港でもある。ありがとうございます。